野獣はだらけだ。なんで俺のところに来るんだ。村に取り立てに行ったら、やつが女を襲ってな。なんでこれをしてるんだ。ノビグラドの娼婦みたいにお仕置きされたようだな。いい子だったのに出て行くのさ。何の用だ。祈祷師に話がある。遅かったな。俺たちが先で長話になりそうだがね。要件は何だ。報いを受けさせるのさ。何だって。ヤツが占いをして何かがエドリックの蝶に住み着いてると言ったんだ。だから七カマトの実を大量に食えってな。その後ヤツは便所に入り浸りだ。しかも体中に硬い吹き出物ができた。今すぐ立ち去れ。ああ今すぐだ。まあじゃあ行くか。さてゴロツキどもを怒らせた張本人にお目通りと行くか。おい誰かいるか。開けろ、もう安全だ。悪魔どもめ、誰を連れてきた。何が目的だ。力を貸してほしい。ほう、人間、いや狼か。白髪だが高齢ではない。祈祷師が待ち望んでいたものだ。俺を待っていたのか。ああ、骨たちがそう示していた。死の匂いを放つ者が現れる。だが狼が追い払うであろう。白狼がその通り現れた。予言が違うことはない。これがわかるか。頭皮性ジュニパーの強い香り。誰かを守るためか。切りたての頭皮、そこにヤギの血。辛く酒まんとジュニパーの香りで整えた。アンナのため、彼女を守るために。あんたが作ったのか。ああ、祈祷師が作った。受け継がれた魔法、静かな水面の上、満月の光の下で。正しき魔除け、協力だ。決して外すべきではなかった。彼女を守るための護符か。何からだ。ああ、取り囲まれていた。彼女に取り付こうとする邪悪。忘却から生まれ、暗黒から現れた古の魔法だ。古の魔法？具体的には。口には出せない、触れられない。小さなお守り、祈祷師はそれ以上できない。アンナと娘が行方不明だ。何か知ってるか。いやいや、祈祷師は知らない。だが精霊は知っている。祈祷師は予言する。精霊に尋ねる。なるほど、精霊ね。どこを探せば見つかるかさえ分かればいい。行方不明、捜索、プリン
セス。探し物ならプリンセスよりうまいものはいない。プリンセス、どこの王女だ。プリンセスだ、ヤギだ、逃げた。連中に怯えて逃げたんだろうな。いいから占いに戻ろう。ヤギなしで不可能だ。ヤギなしで無理だ。ヤギを連れ戻したら力を貸してくれるか。プリンセス、プリンセス、どこへ行った。分かった、ヤギを捕まえよう。鈴だ、小さな鈴の音が大好き。リンリン、それについてくる、しばらくは。だが野イチゴに注意しろ。ラズベリーもな。ああ、動物は当てにならないもんだ。気をつけるさ。こっちだヤギ、いやこっちだプリンセス。蹄に角、そりゃ頑固者に決まってるな。よし、鈴を試してみよう。おいで、祈祷師に会いに行こう。お姫様、こちらです。分かっていたさ、野イチゴとウィッチャー比べるまでもない。この鈴を鳴らし続けないとついてこないのか。来い、まったく。どこへ行くつもりだ。鈴を鳴らし続けないとついてこないのか。ヤギ、愛しい、かわいい私のヤギ。よかったな、だが少し急いでるんだ。アンナとタマラは
危険な状況かもしれない。白狼は祈祷師を助けた。祈祷師も彼を助けよう。ジだ、ジがいる。動物のだ。よし、すぐに戻る。これでいいか。生きてないが死んでもない子供だ。終わりか？それだけか？それだけだ。精霊は他に何も？どこへ向かっているとか、どこにいるとか。お前は占いに訪れ、占いは終わった。二人は消えた。子供はまだいる。子供と言ったな。誰のだ？もちろんアンナだ。身ごもっていたのか。そうだ。そして流産した。男爵の話と違うな。恐れか、恥じたか、忘れたか、あるいは記憶に蓋をしたか。アンナが話したのか。ならここへ来たのか。いや、アンナではない。予言が教えた。そりゃ信頼できそうだな。予言に信頼は必要ない。お前に必要なのは真実へ導くための予言。男爵は妻の流産に何か関係が？感触持ち、酒癖の悪さ。感触が悪化するのも当然か。男爵は家族を虐待してたのか。アンナが来た時に何か気づいたはずだ。祈祷師は高齢で目が悪い。だがプリンセスが手を舐めた。それが何だ。彼女は賢い動物、苦しむ者にのみ寄り添う。子供はどうなった。儀式もなく墓に入れられ目覚めた。今はさまよい。復讐を求める。ボッチリングか。白狼、賢き狼よ。ボッチリングを捕らえろ。ボッチリングがお前の力となり愛する者へと導く。ボッチリングは妊婦の血を吸い胎児を食らう。力にはならない。呪いがかけられた。ウィッチャーは呪いを解ける。白狼に解けなければその血を持ってこい。血は血縁者へと導いてくれる。なぜその血がいる。血、血、血、あらゆる人間を縛る。聖者も死者も。それはそうだが何に使う。時として百年は兄弟が和解するには短すぎる。過ちを正す前に一人は死ぬ。もう一人は彼の血を祈祷師に持ってくる。それで祈祷師は何をするんだ。待つ。万霊祭を。ミルクと薬草、麺取りの足、そして血。それを飲む。死者と聖者を和解させるために。今年は万霊祭が行われない。だがそれでも方法を見つけよう。呪いを解いたウィッチャーの話を聞いたことがある。試したことはないが、玄関の下に埋めなければならないはず。そして名前もつけろ。エイムロインを行え。名付けの儀式か。エルフの慣習だ。人間、エルフ、ドワーフ、古代の精霊に種族はない。その意味を重んじない。精霊の寵愛を得よ。精霊の助力を得よ。尋ねれば答えを得る。求めれば道は示される。なんだと。万霊祭と言ったのか。
かなり古い風習だ。廃れたと思ったが、死は辺り一帯どこにでも潜み、人々は死を予期する。この世の問題は解決しない。そして救いを求める。心の平穏を得るため万霊祭を行う。ろうそくを灯し、暗闇を導き、名を呼び、悔いを和らげる。それにより彼らは平穏のうちに旅立てる。とにかくまずはボッチリングを見つけなくては。真夜中に探せ、空の墓の近くを。その話が真実なら、男爵はその墓の場所を知っているはずだ。